アドミラル級戦艦は1880年代にイギリス海軍が保有した早々期の戦艦。主砲中心戦場、上部構造物を挟んだ位置に配置する方式を1870年代のデバステーション急走交換から継承している。この配置は1906年に戦艦ドレッドノートが出現するまでイギリス海軍の戦艦のほとんどに踏襲された。 本級はイギリス海軍の提督の中から命名されているのでアドミラル級として知られている。デバステーション級以降イギリス戦艦は中央砲塔艦に移行したが本級で再び戦隊中央の上部構造物前後に手砲を置く形式に回帰した。ただし砲塔でなく強固に防御した砲台の上に剥き出しで手砲を装備している。本級六隻は 手法後継によって、コリングウッド、ロドニー級4隻、ベンボウの3つに区別される。手法はコリングウッドが 305mm トル砲連装2機、ロドニー級が 343mm トル砲連装2機、ベンボウが 413mm 砲、単装2機である。防御は従来のシタデルを廃止し、原則には、船体中央の水線部分にのみ457。 ミリメートルの走行を施していた。ありがとうございます。